皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、消えた仙人計画でございます。よろしくお願いいたします。はい。えー、遠藤誉さんの最新の機構ですね。えー、でですね、中国のネットから消された仙人計画と日本学術会議研究者たちという機構がありましたので、えー、こちらから紹介させていただきたいと。 いいう,うに思います。こちらの機構でですねちょっとびっくりしたんですけれども最初のセンテンスがですね最初に始まるのがある日突然中国のネットから「千人計画」という言葉が完全に消されたっていうこの一文から始まるわけですね何と思いまして、えー、実際に調べてみました、えー、中国の、まあ、我々でいうところのグーグル とかに値すると思うんですが、検索エンジンはバイドゥというのがあ,ありますね。はい。中国ではグーグル使いませんから、そのバイドゥというので、えー、検索したのがこちらになります。はい。で、これがですね、いわゆる関体字でございまして、中国の本土で使われている文字になります。 はい。もともとはですね、えー、今、香港で使われている文字が貧滞字というんですが、全部貧滞字でした。ただし、識字率といいますか、文字を書ける人を増やすために、あの、漢字を簡略化したんですね。中国共産党が。で、それが今、本土の文字になっているということでございます。じゃあ、ちなみにその貧滞字の、今、香港ではまだ貧滞字なので、この貧滞字の方で、えー、引くとどうなるかっていうのがこちらになります。はい。 ヒットしないんですね。共に、えー、ゼロ件ということで、えー、大変申し訳ありません。専人計画に関するページを見つけることはできませんでした、という,う、えー、ことでございまして、えー、全くヒットしないと、と、いうことになります。で、この状態がですね、いつから、まあ、こういうことが起き出したのかと言いますと、 えっと、遠藤丸さんのお、この記事によりますと、なんとですね、2018年の9月、かなり前ですね、2018年の9月ぐらいから、えー、出にくくなってきたと。その前までというのは、千人計画で、その、入れればですね、もう、バン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 、いろんな募集要項とか、あの、その概要であったりとか、政府とかが出してるような、 えー、ものがヒットしたというんですね。もう探すのに全然困らなくて、その時、まあ、えー、出筆していた本のために、まあ、調べていたということなんですが、が、2018年の9月ぐらいから、あれっていうような状況に変わってきたと。え、いうことでございます。で、さらにですね、そこから1年が過ぎます。え、2019年の11月ですね。 前、私の専任人計画という,う、まあ、動画でも紹介しましたけれども、アメリカの上院があ出した報告書、こちらになりますね。はい、えー。中国の人材リクルート計画という報告書ですね。まあ、恐ろしい契約内容が書かれていた報告書になりますけれども、おこちらの報告書が出てきたことで、えー、完全に、あのー、 見えなくなったと。検索しても出てこなくなったということでございまして。で、えー、おそらく、まあ、アメリカというのが、この専人計画っていうのを問題視して、あれこれあれこれ調べてるぞっていうことを中国政府の方が、当局者の方がキャッチをして、で、えー、ちょっとずつちょっとずつですね、えー、いろんな記事を削っていって、検索に制限をかけていったんじゃなかろうかと。で、アメリカとしてこういう形で報告書が表に出てきたので、もう完全に、 出ないようにしたんじゃないかということでございました。はい。えー、ただですね、えー、今のところその専任人計画に参画されている、まあ日本人の方もたくさん参画されている、まあ、みたいですね。具体的な人数はちょっとわからないんですけれども、まあわかっている方というのはいらっしゃいますよね。そういう方の名前を検索、 するとですね、千人計画に参画しているといったようなプロフィールのところとかに、やはりまだ千人計画という文字は出てくるということでございます。はい。なので、まあ、あの本当に細部にわたるまで隠し切れているかというと、そういうわけでもないんですけれども、中国としてはこの千人計画というものを今、あまあ、潜らしているというか、言葉が出ないように潜らしている状況だと。 いうことでございます。まあ、あのー、失敗はしてるんですけどね。もう日本でもこれだけ話題になってしまっていて、えー、もうアメリカでも実際報告書が上がって問題視されておりますので。で、オーストラリアはもう前々からこれは、えー、サイレントイノベーションなんかでも紹介されてまして、まあ問題になっているというところですね。まあ、もうおそらく世界中で問題になっているんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、ということですね。 え状況になっているということでございます。で、まあ、あの、この後にその、この記事の中で遠藤さんがすごいことをおっしゃってますして、ぜひ紹介させていただきたいんですけれども、まあ、あの、まあ、遠藤さんとしては科学者個々人に、えー、罪はないだろうとおっしゃってます。で、また、あちょっと言い方あれなんですけども、罪の意識も皆無なんじゃないかと。 おーいうふうに言って、もちょっと、まあ呆れてる部分もあるのかなというふうに、これ読んでると思うんですけれども、思いますが、えー、子供じゃないと。子供じゃないんだからあ、自分たちの研究成果を中国に渡すということは、中国が自由に使えることになるし、それが中国の人民解放軍に転用されてしまうということは、 容易に想像がつくと。なので、国際社会への貢献とか、もっと言うんであれば、この日本国民であるのは、日本国の未来というものにも思いを馳せて、研究に従事しなければいけないんじゃないか、ということをおっしゃっています。で、さらにですね、学問の自由というのは、当然保障されなければならないけれども、その,その自由がですね、やがて、 言論の不自由につながっていくと、そういう世界を招いてしまうんじゃないかということには思いを馳せなければいけないんじゃないのかと、それが最低限のことなんじゃないのかということをおっしゃっております。本当にですね、全くもって、まあその通りだなというふうに思うわけでございます。で、まあ、えっと、今学者さんというのはですね、まあ研究費、国立大学 ががですすね独立行政法人化されれまましててて研究費を取るるのが結構大変にになっているという,ふうに言われておりますでです、ね、学者さんにとって研究というのは、おそらくです。私、学者じゃないので、あの、知ったようなことは言えないんですけども、なんと言いますかですね。例えば、ボクサーの人が、試合中、記憶がなくなっても戦い続けるじゃないですか。あれはその、ボクサーという職業としての、まあ、本能みたいなもんだと思うんですけれども、学者というのはですね、やはり、 研究に没頭してその研究成果が評価されるというところがもう本能としてあると思うんですね。もちろんですね、全然やる気のない学者さんというのもいらっしゃいます。あの教授になってから論文一本もあげないとかっていう、えー、学者も、さんもいらっしゃいます。はい、実際にいましたので。えー、というサボってる方もいるんですが。 しかし、ながらですね、そうじゃない方、本当に学者派な方っていうのもいらっしゃるということでございまして、日本で十分なその研究資金が得られない。なおかつですね、日本の大学で働いていますと、当然授業の駒は持たなきゃいけないんですが、それ以外にも、まあオープン で、開かれてるような授業って、地域の皆さんにですね、えー、やってるような夜のコマのですね、オープンな授業というのもあるわけでございますが、えー、そういったものも、まあ、担当しなければならない。あれ、めちゃめちゃ安いんですよ、一コマ。数千円とか、万はいかないと思いますね。数千円レベルだと思います。で、やらなきゃいけないということで、多分お金の問題ではなくて、そこで研究する時間が削られて、かなり削られてしまうんですね。 えー、というところもあって、時間ももらえて、研究施設も当てがわれて、えー、研究資金もドバッと出してくれるっていうところがあったらですね、これはかなり、もうなびいてしまうというのが、まあ、その職業的な部分としてですね、えー、あるのかなというふうに思うわけでございます。はい。それでもですね、えー、それでもやはり気をつけなければいけないところはあるとは思うんですが、 えー、安全保障をやられている学者さんであれば、まあ、あの、この辺のことというのは、それなりに当たり前に考えられているんじゃないかなと思うので、それ以外の学者さんというのは、おそらくそういう頭を、その、日本の未来に対して、この、この研究を中国に研究成果を渡すことは危機になるとか、そういう安全保障的な考え方っていうのは、多分ですね、皆無だと思います。ないと思いますね。はい。ただ、 えー、日本の中でその安全保障とかを考えている学者さんが連携をして、今度は政府にですね、えー、学者の世界ってこういう世界だからあ、日本の安全保障的にこういう政策を取っていかなければいけない。特にですね、えー、元官僚だった方で学者さんっていう方もやっぱりいらっしゃるわけで、えー、そういう日本の政府の内部を知っている方が1000人計画が、いますよ、参加されている方、実際いますので、 えー、そういうところをですね法整備してある一定以上の上級官僚はですね基本的には参加できないとか、えー、海外の研究機関に参画される場合は必ず届け出を出さなければいけないとか、えー、研究する場合は研究テーマを日本の承認を受けなければいけないだ,だとかですね、えー、そういう部分というのは学問の自由とは別にしてやはり整えていかなければいけないんじゃないのかなと。 なぜかといえばそれは学問というのを悪用されてしまうことですね学問の自由を奪うではなくて学問の悪用というものを防ぐためにどうしても学問の自由とは相反しますけれどもやっていかなければいけないんじゃないかなというふうに思うわけでございますただ日本学術協会学会というのは日本の,まあその軍事的なものに資する研究というのは堅くなに拒んでいるということで政府 ですね。政府というのは我々の代表機関としての政府とどうしても溝ができてしまう。では、最後、これ最後になりますが、日本でじゃ安全保障を、まあえー、研究しているそういう学会みたいなものはないのかといいますと、これがあります。はい、こちらになります。はい、国際安全保障学会という学会がございます。はい、えー、まあ、その日本の安全保障だけに特化しているような学会ではありませんが、 ただ、大元、もともと始まったのはですね、1973年、防衛学会という名前で始まっております。それが2000年に国際安全保障学会というふうに改名された学会でございます。で、ただですね、これ調べますと、日本学術会議の中のですね、いわゆるですね、協力学術研究団体というところに名前が入っております。 なので、日本学術会議の、例えば参加にある団体であったりとか、下部組織であったりとか、えー、学術会議がこういう研究はやめなさいと言ったら従わなければいけないような、そういう上下関係があったら意味がないなと思いまして、えー、こちらのですね、国際安全保障学会にちょっと電話して聞いてみました。どういう関係なんですかということで聞いてみました。これ全く別団体だそうです。はい、えー、一応、おえー 協力関係ということで、えー、学術団体同士の、連携というのは、まあいろんな、ほとんどの団体が連携を持つので、学術団体とは。その中の一つとして、えー、連携は持ってはいるけれども、創設されてからですね、日本学術会議の方から、ああしろこうしろと言われたことは一度もないし、えー、独立した、して自分たちの研究というのをやっている、そういう団体ですということを、明確に、教えていただきましたので、えー、ただ、ここと、 お日本の国防ですね、えー性格まあ、もうはっきり言えば自衛隊との連携がどれぐらいあるかというのは、まああ、難しいというところだとは思います、まだまだあ実際、日本の国防に対して、あのちゃんとつながって、ですね、えー、学術の成果が生かされているかというと、それは程遠い状況にあるんじゃないかなというふうに思うわけでございます。はい ということで、まあ中国が今専任計画を隠しておりますけれども、もうすでに世界中に知れ渡っているということですが、まあちょっと驚くべき現状がありましたので、お届けをさせていただきました。本日の内容は以上になります。また明日お会いできるのを楽しみにしております。ご視聴誠にありがとうございました。